営業スマイル男女マリカ、うげお知り合い？元彼氏ですとか言いづらいから、なんで今会っちゃうんだろう。なんだよ、ラブラブデート中かよ。違う違う、俺にも幸せ分けろよ。聞け酔っ払い相変わらずきっしょい笑顔。一回分かるようになるとマジ気色悪いな、お前のその貼り付けた笑顔。あんたもさ、外面の良さに騙されちゃってるなら別れた方がいいよ。絶対時間の無駄。お前突然話しかけてきてどういう了見だ、グルー。そもそも戸田さん彼氏じゃないし、脳みそまでアルコール漬けか。ほら今マリカ腹ん中真っ黒なんだろ。作り笑いしてんのもさ、結局自分が一番可愛いんだもんな。そうだったのかな、自分をよく見せたいって好かれたいってことじゃなかったのかな。マリカ、俺の周りでめっちゃ好評、ニコニコしててめっちゃ感じいいって照れるよ。すんません、こいつ失恋したばっかでちょっとやけになってまして。話せ知ってますよ、二面性があることくらい。けど営業スマイルの彼女と俺にしか見せないオフの姿とのギャップが魅力なんで。え、行こう。何今の、彼氏のふりした？なんで。戸田さん、ちょっと待ってください。っていうか、知ってますよ、二面性があることくらい。バレてたの？いつから？ごめん、余計なこととは思ったんだけど、人事とは思えなくて。人事とはってどういうこと？ついつい外面の良さで乗り切っちゃうんだよね。頼られたらいつもいい顔して断れないし、そうすると出来上がった自分を裏切れない。でその反動でオフはめちゃめちゃ疲れてる。それはどこかで聞いたセリフ。戸田さんも営業スマイル人間なんですか？へえ、面白い言い方すんね。そうだよ、俺も営業スマイル人間。急に迷信だけど、え、盗塁なの？うわー、そこまで飯塚さんの表情崩したの俺が初めてじゃない？戸田さん養殖なの？嘘でしょ、みじんも気がつかなかった。同類から見てわからないなら捨てたもんじゃないな。これからもバンバン好感度抜群のキラキラ営業マンで売ってくことにするよ。途端にうさんくさいんですけど。はあ、プロだ。私より年季の入った徹底された営業スマイルのプロだった。一体どんな人生歩んできたんだ。ところでさ、飯塚さんを営業スマイル女子と見込んでお願いがあるんだけど。なんですか、嫌な予感しかしない俺の偽彼女になってくれませんか？は？営業スマイル男女、楽しんでいただけましたか？続きは LINE 漫画で。ぜひ高評価をお待ちしてます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。